はい、こんにちは。今日はですね、新商品情報をちょっとお伝えしたいと思います。YKK のドアリモというシリーズがあります。これは季節の玄関から新しい玄関引き戸に取り替えるためのリフォーム用の商品ですね。この引き違えタイプに新しいタイプが加わりましたのでお知らせをします。リフォーム用の玄関ドアというのはですね、季節の壁を壊さずに今の枠はそのままにして、その枠の中にもう一つ枠を入れるカバー工法と呼ばれるやり方ですね。このやり方で完成させる方法です。ですから一つは余分な工事がかからないということですね。もう一つは短い期間、短期間、もっと言えばワンデイリフォームでできるということが最大の特徴だということです。この中で何が変わったかというとですね、袖付きのですね、2枚連動引き込み戸というタイプが加わりました。これは何かというとですね、いわゆる扉がですね、引き違いというのは2枚の扉でできているわけなんですけれども、それが3枚になったということなんですね。一番端っこの部分ははめ殺しになっています。じゃあこれ何が違ったかというとですね、引き違いの場合はですね、有効開口というのが季節がですね、1件大体1800ぐらいだとすると、大体有効開口が750ぐらいだったんです。75センチですね、だったんです。ですからそれをカバー工法でやると若干ちょっと狭くなっちゃってたんですよね。75センチちょっと切るかなっていうぐらいのものもあったんですけれども、このタイプだと10センチ扉を2枚開けるわけですからね、2枚開けた時の有効開口がですね、約10センチ大きくなるということですね。ですから、まあ、単純に75センチと考えた時に85センチくらい広がるということですよね。なぜこれがいいかというとですね、車椅子の方ですね、こちらの方が入る時にやっぱり75センチは最低欲しいわけなんです。それが若干小さくなってしまうと、いかに引き戸とはいえやっぱり入りづらかったわけなんですよね。それが10センチ大きく上げることによって楽に入ることができるということなんです。それから当然、お買い物をする時にですね、物を持って荷物を持って入る時にですね、10センチ大きいということは壁にガーンってこうぶつけたりとかする可能性が少ないので、例えば卵が割れなかったりするかもしれないですよね。そんなですね、袖付きの2枚連動引き戸というタイプが発売されました。タイプはですね、4タイプしかないんですけれども、こんなタイプになります。ちょっと洋風のものが多いんですけれども、カバー工法で連動引き戸というのは初めてのタイプですので、重宝されるんじゃないのかなというふうに思っています。